皆さんこんにちは、さかつばさです。今回は先日載せた GU の購入品アイテムを使ってコーディネートを組みたいと思いますので、最後まで見ていてください。前回の購入品動画は見てくださったでしょうか。春ね、すごいトレンドアイテムだったりとか GU にたくさん揃っていて、色合いとかも可愛かったのでたくさん30点近く買ってしまいました。今からコーデを組んで載せたいと思います。最近ずっと言ってるんですけど、歯の治療中で歯茎を切ったりとかしていて、顔がですね、治療後から結構腫れたりとか、この辺が結構痛くて、口が動きにくいとか、歯の裏にねゴムみたいのつけていたりとかして、なかなか思うように喋れなかったりとかするので、ネットニュースになったりとか、地上波出てる時も結構顔腫れてるとか言われたりすると思うんですけど、ちょっとそういう理由があるので、 YouTube 見てる方だけでもちょっと伝わってくれたらいいなと思うので話しておきます。というわけで、しばらくちょっと治療が続くので、また腫れたりとかあると思うんですけど、お付き合いください。なるべく早くあげたいと思うので急いで撮ってます。というわけで、よかったら30万人まず登録者目指してますので、チャンネル登録してくれたらすごく嬉しいです。というわけで、コーディネート早速撮っていきたいと思います。1つ目のコーディネートになるんですけども、このジャンパースカートがすごいね可愛くて買ってみたんですけど、ここがね V になってるってすっきりしてるところがいいなって思って、結構多いですよね最近この形のワンピースというか、四角っぽいのは多いんですけど、私はやっぱここの V っていうところがすっきりして見えていいなって思って買いました。ここの中に着てる、なんていうの、ブラトップ付きタンクみたいな感じなのかな、丈感短めなんですけど、首の部分がちょっと詰まっているもので、こうまるでこう一枚のノースリーブのワンピースっぽく着られたかなって思います。で、これだけだと結構寂しいので、アクセサリーをねつけるんですけど、アクセサリーもこう縦に見せてるので、縦ラインのものでシルバーのちょっとスネークチェーンっぽいようなアクセサリーをつけました。詳しくは購入動画を見てみてください。刃物はシルバーで、私最近シルバーにハマっているのでシルバーのバッグを見つけたのでこちらを買いました。足元がですね、スニーカーにしたら結構カジュアルっぽくは見えるんですけど、私はこの透け感のあるブーツを合わせてみました。こんな感じでちょっと女性らしいような、こう爽やかなんだけどちょっとトレンド感を意識しているようなコーディネートにしてみました。次いきます。次目のコーディネートになっています。今回はちょっと韓国っぽさというか、今トレンドな感じを意識してコーディネートしてみました。カゴパンツ可愛いですよね。前はね、あんまり売ってなくて古着屋さんとかで探したり韓国のサイトで買ったりしてたんですけど、 GU でもいろいろ発売していて、しかもね、この値段がね安価な分デニムがね柔らかくて軽いんですよね。こう下手に高いところで買うよりも逆にね安めで買った方がね、私はこのクタッとしてる感じが好きです。これはバレンシアガなんですけど、5つ目のスニーカーを合わせたりしてもらうとバランス取りやすいかなって思います。こうスウェット生地の香りに、先ほど1個目で着たクロップド丈のタンクトップを着てみました。ネックレスはさっきと違ってまたボールチェーンのねネックレスも、これもね1000円以下で買えるってすごいですよね。アクセサリーをつけるっていうのが、こうシンプルっぽい色合いの時とかには結構使えるので、アクセリーとかはちょっとコツメを取り入れてみるとか、いくつかつけてみるとか買っておくと便利かもしれないです。で、この帽子がなんか一気に韓国味と言いますか、これ多分また帽子を取ってアレンジしたりとか縛ったりするとジャンルが変わると思うんですけど、こうね、私的にカフェとかでたどりしてもらってるインフルエンサーとか韓国系女子みたいなの、こうみたいな人のイメージでコーデしてみました。はい、短めのものを着るときは、これはねプランクプロジェクトの
インナーなんですけど、こういうお腹がこう見えた時にチラッと見えるようなものとかのインナーもよく買うようにしてます。カルバンくらいとかでもありますよね。お腹出すぎて嫌だなって時とか、バランス悪いなって時とかに便利なんで、そういうのも買ってみてください。そんな感じのこうゆるい日常のこうお出かけとかカフェとか行きそうなコーディネートでした。まあこれでも十分可愛いんですけど、このメンズサイズの寝るシャツを巻いたら可愛いんじゃないかと思う。こんな感じ。あーでもこの寝るシャツ巻いたらこのバッグいらんな。なんか黒いバッグとかもいるかな。スマホぐらいの感が可愛いかも。こんな感じでシャツを合わせてみても可愛いと思います。今さ着替えようと思ったんだけどさ、これも可愛くない？夏になったらさ寝るシャツ巻いてさ、この短めのタンクトップ着て、これだけでもめっちゃ可愛いから、今からそのコーディネートして夏になったら脱ぐみたいなコーディネートも可愛いなって思ったんで結局取りました。はーい、次。次のコーディネートこちらなんですけども、もうセットアップなのかな、まあ、別々で売ってたんですけど、同じ生地のベージュですねを選んでみました。モカ的な色なのかな。上のねジャケットがショート丈っていうのがね今年っぽいですよね。下は小さいというよりもショートを選んだ時は下はちょっと広がりがあるもの、まあ、これはセットアップで売ってたから思うんですけど、広がりがあるものを選ぶとバランスがよく着れるかなって思いました。サンダルも同じような同系色でモカっぽいようなサンダルを選んでみました。で、中のタンクトップも今回こうね白とか黒でもいいんですけど、こうあえて同系色でまとめてみたらどうなんだろうなと思って、こう中もベージュ、モカ寄りのベージュ、これクロップド丈ですね。さっきの白よりはちょっと長いやつがあったのでそれを買ってみました。で、アクセサリーもこのアクセ結構万能かも。これ買いかもしれない。なんかこういうサラッとしたお洋服とかにシュッてつけるとのネックレスとしてはめちゃくちゃいいですね。私はこう前が開いて見せるときはベルトをしたい派です。まあ閉じたら閉じたで可愛いんですけど、私はこう広くこう短く見せたいので開けて着てみました。で、このハーフパンツもですね、後ろの部分にこうギャザーが入って前がタックになっているので、こう前は綺麗めなんですけど後ろはちょっとカジュアルっぽく見えるような形になっています。はい、割とカチッとしたバッグ持ってもいいし、カゴバッグとか持っても可愛いと思うし、アレンジしたらもっとコンサバというか大人寄りにもなると思うし、髪型とか持つ小物とかでいかようにでもなるようなお洋服だなって思いました。着心地はマジで楽、結構薄めなんで夏場でも使えるなって思いました。はい、次。というわけで次のコーディネートなんですけど、大好きな豆色があったのでちょっと上下で色を合わせて買ってみました。トップスね、いいですね。このクタッとしていて、こう首元がこう結構しっかり詰まっているんだけど、この辺二の腕と肩がね出る、なんて言ったらいいですか、ホルターネックみたいな感じなんですかね。このねデザイン大好きなんですよ。こう誰でもエロく見える感じというか、あざとい服みたいな、可愛いですよね。あとこれすごいですね、勝手に落ちる、こう普通の生活をしてたらあーみたいなやつを計算じゃなくできる服、すげー服です。これ魔法の服。あざといのが普段苦手、落としたりできないっていう人も勝手に落ちちゃうみたいな。私は本当になんかこういうどんな服着てもマジでエロく見えないっていう特技を持ってるんですけども、そんな私でもこうちょっとあざとさが出せるような服なんじゃないかなって思います。可愛いから日頃も着
着たいなって思いました。下にこう今日はパンツ、パラシュート系のさパンツを合わせてかっこいい感じにしたけど、もうガチガチに甘めなこうタイトスカートとかでいい女っぽくしてもさ可愛くない？でこのねトップスもセットアップだったんですけど、こうねパラシュートパンツを履いた時に丈感が、私ちょっと身長が150センチで丈がねちょっともたついた感じがあったので、このね中をちょっとね折って短くしました。低身長の方とかはそういう風にあのアレンジ折ったりとかしてみてもいいかなって思います。小物はこうパンプスもシルバーにして、バッグもシルバーにして爽やかな感じで統一しました。ネックレスはもう先ほどこの万能のネックレスが今中毒でございます。これをつけとけいいんじゃねえか現象に今突入しております。パラシュートパンツもね裾の部分を外すともっとねストリートっぽくなるんだよね。わかる？全然違う。こっちのがさ綺麗なお姉さんって感じでさ、こっちだとさもっと若者向けというかトレンドだったりとかメンズっぽいような雰囲気になるので、なんか韓国っぽくしたいのか日本の綺麗めな感じにしたいのかとかで絞ったり広げたりとかするのはありだなって思いました。いろんな日を演出できるなって思います。というわけで次、コーデ組んでる途中なんだけどさ、これも可愛くない？このさシャツにさパラシュートパンツ合わせてパンプスでこう綺麗めな感じ、さらっとしてるんだけど綺麗めみたいな、ここのさ V のラインがすっきり空いてるんだけど下メンズっぽいの、これもちょっと可愛かったんで今急遽見せました。というわけでこう綺麗め×モードっぽいような雰囲気でコーデ組んでみたいなって思って、せっかく GU アンダーカバーでライダースをゲットしたので、それをこう綺麗めのシャツで合わせたいなと思ってコーディネートしてみました。ライダースを脱ぐとすごく綺麗めのプリーツスカートと綺麗めなトップスになってるんですけど、ライダースを合わせることによってちょっとモードっぽいような雰囲気に乗ってったりとか、こう伊達メガネですね、これもだって安かったよね、1000円以下だった、こう合わせてみたりとか、あとはパンプスを合わせると綺麗な感じになるので、こうリブソックスにサンダルを合わせたりとか、これも GU アンダーカバーの黒いバッグを合わせてみました。てかさ、ネックレスさっきあんなにさお気に入りだお気に入りだって言ってたネックレスをさ、なんかちょっと短めとかなんかつけたらどうなんだろうとか思ってさ、またつけようとしたらさ、どっか行ったんだけど、どこ消えちゃったん本当に。数分前の私に問いたい、マジどこやった？あんなにさ気に入ってるって言ってたのにさ、なくしたんだけど、コーデに入れたかったのに。このアクセ結構万能かも、あいつを使うことができなくなってしまいました。なのでちょっとネックレスしてません。でもこうしてなくてもスッキリして見えていいし、ピアスとかしても可愛いかなって思います。 GU なんだけど GU っぽくないようなモード系ファッションとかでありそうな格好にしてみました。はい、じゃあ次、最後のコーディネートになります。デニムオンデニムのコーディネートにしてみました。てかさ、見てもらっていい？じゃーんつけてた、着替えたらついてた、体にありました。だから使える。ちょっとさ短めっぽくさ上げてつけても可愛いよね。本当に私そういうとこあるよね。本当動画見てる人は知ってるとは思うんですけど、お願いします。私本当マジプライベートはポンコツなんで、仕事もあれなんですけど、はい、気をつけます。上下デニムとデニムでコーディネートしたいなって思ってこのコーデにしたんですけど、上のデニムジャケット
はね、これは S なんですけど、若干ちょっと緩いかなと思いました。あんま SS というか救急ではなくて、こうちょっとゆとりがある感じだなって思いました。なのでここをね、ロールアップしてバランスをとってみたのと、あとは中にショートのブラトップ系のインナーを着てみたんですけど、あえてボタンを1個だけ閉じて、こう手とか上げた時に軽く肌見せするようなテンションとかにしても可愛いのかなと思って、そういう風にコーディネートしてみました。あのさっきの自由のクロップド丈のトップスでもいいと思いました。ちょっとあの着替えるのめんどくさくなって横着しました、すいません。でスカートもベルトループがついてて見えるものは必ずベルトをつけるようにしています。そうした方がバランスがすごく良くなるので好きです。であとはまあニット帽をかぶってシュッとしてみたんですけど、まあ、かぶってもかぶんなくてもどっちでもいいと思います。網の目を見せたかったので、あえて白いソックスを中に履いてみました。そうすることによって中が見えるんですけど、実際は歩くときは短いぐらいの方がいいかな、上から出ないぐらいの長さがいいかな。ソックスを合わせると網目がより強調されて見えたりとかするので、まあ、素足で履いてもいいし、こういう風にあの白を合わせてもいいし、網目を見せたくなかったら黒いソックス履くっていうのもいいかなって思います。というわけでいかがだったでしょうか。今回もやっぱコーディネート組んでる合間に違うコーディネートを思いついたりとかしてお披露目しちゃったんですけど、どうだったでしょうか。なんか気に入ったアイテムとかあったら嬉しいです。でも本当にね、どれも素材感がやっぱ柔らかいっていうのが良くて、安価な分素材が柔らかいって思う方もいると思うんですけど、こうある意味デニムとかは着心地がいいにつながってるなって思うので、値段がね高いものでゴワゴワして、なんだかんだ大切に1回2回しか着ないっていうよりも、これはもうガンガン着回せる感じがねすごくいいなって思いました。でやっぱ今年的にはこうちょっと短めのクロップド丈に挑戦してみるとか、上をちょっと小さめを買って下を大きいのを買ってバランスをとってみるとか、バランス感がすごく今年っぽいのかなって思いました。ぜひ皆さんいろいろ挑戦してみてくれたら嬉しいです。というわけでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンと、皆さんどのコーディネートが好きだったかぜひコメント書いてくれたら嬉しいです。またリクエストあったらそのブランドのコーディネートとか撮りたいと思います。以上、まさか翼でした。バイバーイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。